ヘダイは、鈴木目、タイ貨に分類される魚の一種。黒イに似た貝の一種で、食用にもなる。学名スパースサーバは、シノニムとされるが、こちらを採用する文献も多い。制御の全長は40センチメートル程度だが、50センチメートルを超えるものもいる。体型は、左右に平たい楕円型で、体側は、銀白色の地に、黄色の焦点が、 鱗の列に沿って並ぶ縦縞模様となっている。側線鱗ろこ数53から63枚。背びれは11トゲ状、13難状。尻びれは3トゲ状、11難状からなる。顎には3体の剣士と3列の薄刃があり、奥の薄刃が特に大きく発達する。黒台に似るが、体色が全体的に白っぽいこと、体側の模様が黄色の細かい縦縞であること、 体型が平たく、背が盛り上がって見えること、顎が前に突き出ないことなどで区別できる。アフリカ東部から本州中部、オーストラリア沿岸までインド洋と西太平洋の熱帯、温帯海域に広く分布する。内湾から沖合までの旋海の岩礁域に生息し、黒谷よりは沖合に多い。植生は肉食性で、小魚、甲殻類、貝類、 タモ類など小動物を幅広く捕食する。産卵期は、晩春で直径1.0から1.1ミリメートルほどの分離浮き製卵を産卵する。体長数センチメートルほどの幼魚は、海岸の波打ち材や川口の寄水域でも見られる。また、黒大同様に一部の個体は、有性戦熟の性転換を行う。釣り、低地網、底引き網などで漁獲される。 ただし、日本近海では、マダイやクロダイほどの漁獲量はなく、狙って漁獲する魚ではない。クロダイ、シロギス、アジなどの沿岸魚を釣る際にドウとして上がることがある。身は、歯ごたえのある白身で、クロダイのような、磯臭さもない。刺身、カルパッチョ、塩焼き、煮付けなどに利用される。ヘイズ、コキタイ、シラタイ、シラチン、シロチン、兄弟、世代、セチン。 ヒラチぬ、すっぽ、チバあなどがある。体が平たいこと、黒大に似ることに由来した方言故障が多く、黒大とも区別される。一方、英名のゴールドラインのシーブリムは、金色の線がある体の意である。ありがとうございます。